皆さん、こんにちは。京都生まれ、京都育ち、今も京都に住んでます。組着物リクリエイターの組子と申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、今日の動画はですね、ちょっとそう作品のご紹介っていう感じではなくてですね、最近私の方が結構ね、白地の名古屋帯で大田帯っていうのを何本かちょっとご紹介させていただいたかなと思うんですが、その中でそう私がね名古屋帯で実はリバーシブルでそう両面ね柄が一応出せるんですよみたいな、そういうオーダーも一応できますっていうことをねいろいろお話しさせていただいたかと思います。ただね、そう視聴者さんの中でリバーシブル名古屋帯でどういうことみたいな感じで思ってはる方もね結構やはると思うんですよね。でそれがさどういう形でその裏の柄を、そう出したらいいかっていうのを、これちょっとだいぶ前の、ね、動画でもお披露目させてもらったことはあるんですけどね、ちょっと今回ねまた改めて実演を交えながら皆さんにねちょっとご紹介させてもらおうと思います。それではスタート。はい、ではですね、リバーシブルで締める時の、ちょっと方法をね、締め方をちょっとご紹介させてもらおうと思うんですが、まずですね、ちょっと今回は、はい、ちょっとこういう、これもね、また、そうです、オーダーができますよっていうことの、またご紹介させていただこうと思うんですが、今回は、うちの父のこの誠二郎のリバーシブルの名古屋帯で今からちょっと実演していこうと思います。で一応ね表がこんな感じの柄で、で、裏がねこういう感じの、ちょっとこうね一応鳥さんが入ってるような、そうこっちがね一応 B 面裏面っていうような形ですね。でよう見てもらうと、要はここがね三角が閉じてある方が、これがそう裏面の柄でございます。でちょっとね、せっかくなんでよくこういうねお太鼓ポイント柄ってなんか柄が出ませんっていう方もやはると思うので、ちょっと私のこのやり方やったら絶対ね柄が出ますっていうのも今からねちょっと締めながらやっていこうと思います。まずは、そうなんです、これね鏡見ながらやるんですけど、こういう感じでそうまず一回一巻き、はい、そうです、こう測りますよね。で、この状態で、この胴の長さを、こういう感じで、わかるかな、そう。この胴の長さをまずね、一個測ります。でね、そう、これね、胴の長さ、これ一重になってますよね。で、これを離さずに、もう片方の手で、手先の方で、こう二重に、はい、一応輪作ります。で、初めの方のはパラッと外してしまいます。で、もう一回、そう、2回目に輪にした方を、このまま、そうなんですよ、このね、胴の方に巻いていきます。はい、確実にこんな感じで一応前の柄は出ます。はい、もう私はねいつもポイント柄ではこういう感じで巻いてるんですけども、で今回の本来の裏面の場合は要は逆巻きですね。そうちょっとね逆巻きをした上で、じゃあお太鼓はね裏の柄がどういう風になるかなるかっていうのをちょっとねまた今から見てもらいたいと思います。はい、でですね、今ちょうどその裏面の柄をちょっとこう逆巻きっていう感じで、今とりあえず前のところの柄を合わせてみました。で、ちょっとこう手先が一応ここに肩にかけてますね。で、一応本題の今お太鼓をね、ちょっと今から、はい、巻いてみたいと思います。はい、でこれ背中の部分なんですけど、今ちょっとねこの手先はちょっと肩にかけて、で私はここは結ばずに、いつもねちょっとここ分かりますかね、そう一応クリップを留めてます。でこっちがそう一応ね裏の柄なんですけども、じゃあこれをねお太鼓どう出すかというと、こっちがまあ表なんですよね。でこれを要はくるっとほんまにひっくり返すだけなんですよ。でこれでもうあとはもうほんまに普通です。別に特にこういう感じで出すだけですね。そうこれがもうお太鼓のこれが 裏面の方なんですよね。要はなんでこういうことができるかと言いますと、このねそうよく使ってるこの砂子の生地自体の全体の長さがね結構長いんですよ。なのでうちの場合この生地でリバーシブルでする場合は
お太鼓とそう前のねお腹のところの間をねちょっと広めにとってます。なのでこのちょうど三角の部分が長さ的に余裕もあるっていうこともあってこういう形でそう両面が使えるっていう風な感じですね。まあ、ちょっとせっかくなんで、はい、ちょっとこれで締めていきたいと思います。はい、ということで、リバーシブルのね、ほぎ付けの方が一応終わりました。まあね、正面はこういう形で、はい、一応裏面の柄が出ております。まあこれはね、ちょっとまた、そうなんです。改めてね、この、白地の帯のご紹介の時に詳しくまたお話しさせてもらおうと思いますね。でね、そう、お太鼓の方をちょっとね、ぜひご紹介させてもらいたいと思います。はい、でこれがそうなんです。一応お太鼓の今 B 面のね裏地の方の柄を出しております。まあね特にこういう本当にこう季節を感じるような藤の柄とかだったら私ね両面の柄でもありだと思うんですよね。でこのね私リバーシブルの柄でこれは作ってから後で分かったことなんですけど、そう分かりますか？これねちょっとこう横を見た時にそうなんです。こう表のね柄がこうサイドからねちらっと見えるんですよ。まあ、こういうところってやっぱね女性の方ってねさりげなく結構チェックされる方もいらっしゃるかなと思うのでね名古屋帯でちょっとこんな感じでね裏の柄が見えるっていうのもすごくおしゃれだと思います。でまあねせっかくなのでそうどっちもね左右一応裏地の柄がこういう感じでね結構見えるんですよね。だからちょっとこれをこれでねやっぱりリバーシブル名古屋帯ならではのおしゃれそう楽しんでいただける感じなんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日はねそうリバーシブル名古屋帯のねちょっとこう裏地の柄はこういう風に締めますっていうねご紹介でございました。まあ、ありがとうございます。まあねああいう形でそう本当にね別に難しくなく単純に裏のねお太鼓のところをくるっとひっくり返してもらうだけで締めていただけるので全然、あとはそう、あれですね、そう、逆巻き、そう、それだけね、ちょっと慣れていただいたら、全然どなたでも、そう、リバーシブル両面ね、楽しんでいただけるっていう風な帯ができます。で、まあ、基本的に今までね、そう、白地でね、ずっとご紹介させていただいているので、組み合わせは自由です。そうなんです。で、まあ、ね、その、どの柄とどの柄を組み合わせるっていうのは自由なんですが、あとはね、その組み合わせる時のお値段、まあ、それをね、ちょっとやっぱり、実際ね各柄によってやっぱりこうお値段っていうのは変わってきますのでそれはねちょっとご希望の方はまたねそう私の概要欄の、貼ってます LINE 公式アカウントの方から友達登録していただいてそちらの方からねじゃあこの柄とこの柄だったらいくらになりますかみたいな感じで聞いていただいたら一番いいんじゃないかなと思います。でねまたねそうなんですよこのね、今日ちょっと試着でねご紹介させていただいた聖次郎バージョンの名古屋帯リバーシブルの柄っていうのも結構ねこれ数がまたたくさんあるのでこちらの方もねまたぼちぼちとご紹介をねさせていただこうと思います。ということでね本日はそうちょっとねリバーシブル名古屋帯の締め方のご紹介でございました。またね今日の動画がいいねと思った方いいねボタン、そうコメントとかもねいろいろまたお待ちしております。あとねそうまだそうなんですチャンネル登録ね一応500人突破記念のプレゼント企画っていうのも地味にまだずっと開催してますのでチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。じゃあねー。